子供の性被害許さない。この活動は7月に性犯罪に関する法律が改正されたことから、国が8月と9月を緊急啓発期間としたことを受けて実施されました。今日は県警や県内の大学生ら19人が JR 大分駅前で相談窓口などが書かれたチラシとティッシュを配って被害防止を呼びかけました。また盗撮被害や子どもの連れ込み被害が起こりやすい駅周辺の5カ所のトイレで盗撮用のカメラが設置されていないかなどを点検しました。軽いことだったとは思わずに、必ず届け出相談をしていただきたいと思います。そのことによって、第2、第3の被害が減りますし、安心安全に結びつくと思います。県警によりますと、県内では去年、盗撮に関する相談や通報が10件以上あったということで、被害に遭った際は相談してほしいと話しています。